大木剣の慶長を16年6月25日は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、熊本藩士。先祖は伊勢国大木の上主、大木道元の子。通称は、安家、織部、戸様守。伊勢長島一行一気に一校を門を川として参加。天正二年の第三次長島進行においては、織田信弘を打ち取る先行を挙げるが敗北した。 この時、織田信長は鉄砲や火攻めによる武力制圧を行ったが、その最中で生き延びた後信長側に降伏したものと思われる。以後、信長家臣、笹成政の家老となって三千国を漁したが、成政失脚後は加藤清正に属して同じく三千国を与えられた。文読、慶長の役などで数々の軍功を挙げ、関ヶ原の戦いにおいては、 梶原影俊と共に一計を案じ、大阪屋敷から正城院を加藤家の本領である日ごへと脱出させてこうがあった。また、理財の能力にも長けていて倉本奉行を担当し、加藤家の大阪屋敷留水、剣装前販売も任されていた。その後も、清正の信頼厚い側近として、財政管理を任され、慶長16年6月24日に、 清正が没した際にはそれまでの恩子に感じて、翌日に自らも清正の後を追い巡視を遂げたと伝わる。法名は、京新院伝道、両非解顧時。娘は、笹成政の実子の子孫である、笹正直に嫁ぎ、笹宗奴らを生んでいる。デジタル版日本人、明大辞典プラス。ありがとうございます。